今年4月、磐田市小立野の住宅街でガスの配管工事をしていたところ、太平洋戦争中に投下されたとみられるアメリカ製の500ポンド弾1発が見つかりました。午前6時半過ぎです。この後こちらで見つかった不発弾が処理されるとあって、自衛隊が朝から現場を確認しています。発見からおよそ2ヶ月半経った昨日、陸上自衛隊が弾頭や弾底に残る信管を取り除く作業を行いました。本日不発弾処理作業のため、午前8時までに避難対象区域の外へ避難をお願いします。不発弾の処理に伴い、磐田市は午前7時以降、現場から半径355メートルを立ち入り禁止とし、住民およそ1400人に避難指示を発令。住民は早朝から家を離れました。何時にこの不発弾処理が終わるか分かんないけども、海の方行くとかね、その辺ちょっと時間潰すしかないでしょう。なるべく早く終わってほしいなって気持ちですよね。磐田市が開設した避難所には52人が避難しました。避難訓練兼ねてきちゃって、で、まあ、どんな感じかなっていうのを見たかったんですけど、本当に思いのほかなんかいろいろ市の方で対策をしてくださってたので、まあ、これならまあ大丈夫かな。立ち入りが禁止された区域にある国道1号バイパスや県道3本の一部区間が通行止めに。こちら現場近くにあるバイパスのインターも現在通行止めとなっているんですが、渋滞など大きな混乱は見られません。処理作業はスムーズに進み、立ち入り禁止からおよそ2時間半後、作業自体はおよそ30分で終わり、想定した時間よりも大幅に早く、草地市長が安全を確認しました。市民はじめ多くの方々にご協力をいただき、こうして作業を終えることができました。今ロシア、ウクライナでも戦争状態にあるわけでございますけれども、戦後77年経って後世にもこの戦争の足跡というのは残るんだなということを改めて実感をいたしました。信管が取り除かれ安全が確認された不発弾は埼玉県の朝霞駐屯地に運ばれ処理されるということです。